大谷敬遠、怒りのさよなら HR 大谷勝負、怒りの2者連続 HR。ベッツ怒りのホームランはどうやったら止められるのか。ベッツずっとブチギレ嫉妬だ方が最強や。敬遠されたらプライドが傷ついて怒りで打つし、大谷が打ったら大谷に嫉妬して打つ完璧なシステム。これただ単にベッツがすごいだけじゃね。大谷が注目されまくりだけど、ベッツとフリーマンも MVP のスーパースターなんだよな。いやーすごいね、役者が揃ってる。打線は役者揃いだけど投手に役者が足りてねえよ。大谷っていう選手がなんか投手もできるらしいから大丈夫や。大谷のホームランがここまで伸びたのって正直ベッツのおかげだよな。エンゼルスなら敬遠とか死球祭りで絶対こんなに打ててない。ここに来てベッツが調子戻してきたのマジで熱い。大谷の記録のために必要なピースが揃った。大谷とベッツ敬遠してノーアウト1、2塁でフリーマンと勝負が正解。フリーマン怒りのさよならホームランも見たいな。